ねえ、小宮さん、はい、聞いて、はい、最近俺ね、彼女ができて幸せです。あ、そう、できちゃった。ハラスハラスも本当にめちゃめちゃ幸せなんですよ、ね、でも理由があってさ、ね、もう彼女ができないと思ってた矢先に彼女ができたんです。めちゃめちゃ幸せなんですよ。それは良かったですね、はい、まあ、お笑いがおろそかにならなきゃいいけどさ、それは大丈夫だよ。だってお前だってさ、彼女欲しいでしょ。それいや、俺はもういいかな。なんでそんなこと言うのさ。なんで。いや、もう今までの子にね、ちょっとうんざりしちゃったから、はい、もう一生独身でいいわ、俺。いや、だってさ、寂しいでしょ、一人は。ちょっと、でも全然、もう最高、楽しい。楽しい。ああということは、じゃあもう一人の時間が多いってことだよね。うん、そうね。何してるの。まあ、家で映画見てること多いかな。映画見てんの。まあ、映画、意外と映画見てる。ああ、じゃあ、最近見た映画の中で何が一番面白いの。そう、教えてほしい。一番。いや、結構見てるけど、ああ一番はな、うん、こいつら彼女欲しいな。彼女欲しいな。なんで？あの、一人身の男が見る映画じゃないんだろうな。あ、そう、そう。精神やられるぞ。いや、でも全然いらないけどね。いや、多分その映画に感化されて、お前は多分彼女欲しいって言ってる。いや、全然欲しい。いや、絶対欲しいでしょ。うん、いや、俺あのね、あの家で、はいね、いいヘッドホンつけて、はい、で酒飲みながら、はい、いい音楽聴く、はい。これ最高に気持ちいいのよ。まあ、わからんでもないけどね。憧れる人とかいたら、もうできないからさ。まあまあ、そうだけどさ。あ、じゃあその、あの最近ちょっと聴いてる音楽、あの、何なの？ちょっと教えてくれ。まあ、最近は、はい、人とヨウと木村カエラ多いかな。まあ、結婚してんな、絶対に。結婚したな。しとくね。絶対結婚してんな、お前。だってお前、彼女も欲しいし、お前結婚したいだろ。いや、俺マジで結婚だけは無理なのよ。だからその結婚式で流れるような音楽、お前一人身の音が絶対聴かないのよ。聴くでしょ。本当に興味ない。嘘をつくなって。なんで。いや、俺結婚とかしちゃったらさ、はい、もう自由に遊びに出かけられなくなっちゃうでしょ。はいはい、ね、だから俺は休みの日とかはもう家で読書してたいの、ゆっくり読書すんの。それも意外だった。あ、そう。じゃあその、最近見た本で、そのおすすめの本ちょっと教えてくれ。おすすめ、おすすめの本教えてくれ。まあ、お前知らないかもしれない。俺知らない。シリーズもんなんだけど。シリーズもん。ほうほうほう。卵クラブ、ひよこクラブ、ココクラブ。子供欲しいじゃねえか。子供欲しいじゃん。知ってる。うわぁ。いや、でも全然欲しくないけど。お前だって彼女も欲しいし、未来にしてて結婚考えてるし、お前その先の未来にしてても子供欲しいじゃねえか。全然いらない。マジでいらない。おぉ、未来の子供、おぉ、ポッポしてる子供。全然いらないもんね。子供が、おぉ、子供が、びっくりした。俺子供嫌いだもん。子供嫌いだったらポンポンなんかしねえんだろ。するよ、するよ。しないからもうね、子供なんかできちゃったら、はい、もう自由な時間なくなるし、はいね、働いて稼いだ金も、はい、全部子供家族に持ってかれちゃうんだから。それすらお前幸せだと思ってんだろ。思ってないよ。いや、思ってるじゃん。思ってないよね、ね。思ってないよね、もうおじさん怖いね、もうね。怖いね、おじさんね。未来予想図、ここで再現するの。もうね、全然欲しくない。いや、嘘をつかんでいいじゃん。なんでよ。なんで必要なの。俺はもう本当にもう自分がやりたいことだけをやって生きていきたいの。じゃあ何したいの。俺は徳を積みたいの。もう来世見据えてんな、お前。おい来世を見せるな、てめえは。何なんだ、お前。グッバイ現世、よろしく来世だそうです。どうしよう。お越しくださいました。私、鴨尻義人の明日を変えるセミナー。皆さん、わざわざ皆さんが作ってくださったこの時間、決して無駄なものにはさせません。必ず有益なものにして皆さんにお渡しいたします。皆さん、今日、いや、今この瞬間から人生を変えていこうではありませんか。さあ、それではまずどういったお話からしていけばいいのかということです。皆さん、私が15年間現場でコツコツと積み上げてきた成功のための究極のメソッドをお伝えしますので、しっかりと受け取ってください。自分を変えるためにまず何から取り掛かればいいのか、これが一番皆さん不安だと思います。何をすればいいのかわからないですよね。しかし、そういう人にこそやっていただきたいのが私の究極のメソッド、その1、こちらです。頑張る。よろしいですか皆さん。成功した人は大体頑張ってます。
このような興味深い芸でございます。こちらご覧ください。成功した人2000人に切りました。あなたは頑張りましたか？頑張りました 40%、 頑張りませんでした 0%、 未回答 60%。 この図を見る限り頑張った方ができればいいのかなということがこういうデータから抽出できます。皆さん一回頑張ってみましょうね。こういうことを声を大にして教えてくれる大人いなかったんじゃないですか。そして頑張り続けるとでもちょっときつくなってきますね。そりゃそうですよ。普段あんまり使ってない体力まで使うとどうしても自分の体に負担が来てしまいます。そんな人に実践していただきたい究極のメソッド、その2がこちら。寝る。よしいですか皆さん、頑張ったら絶対に寝てください、ね、夜になって自分への心のご褒美とか言ってネットフリックス、アマゾンプライム夜まで見てる方多いです。しかしよく考えてみると、そういう方2時間3時間平気で起きてますよね。よくない。しっかりと寝てください。そうするとなんと次の日のお昼、そこまで眠くありません。よろしいですか。ちょっとお昼眠くなる日は前の日寝てたかなってしっかりと考え直してみてください。でもちょっと今のところだと具体的な解決策が出てないじゃないですか。僕はもっと具体的な案を欲しいんだ。そういう方いらっしゃいますよね。わかりますわかります。それではここから具体的なメソッドに入っていきます。皆さんが少しでも収入を増やすために何をすればいいのか、それが究極のメソッド、その3、こちら。シフトに多く入れてもらう。皆さん、よく考えてみてください。自分のバイトリーダーに、すいません、今月シフト多めに入れてもらえますかって直接交渉したことのある方いらっしゃいますか。そう、意外と少ないんです、遠慮しちゃって。これね、自分のバイトリーダーに今月ちょっと多めに入れてもらえますかと言ったその今月、シフト多く入れてくれてます。なので少しでも稼ぎたい方はバイトリーダーと交渉しましょうね。そしてこっからちょっと問題が起きてくるんですけれども、それは何といってもシフト増えてるから疲れてくるんです。疲れてきたらじゃあ何をしたらいいか、それが究極のメソッド、その4、こちら。バイトを減らしてもらう、ね、寝るのでは間に合いません。バイトが多いんだから、ね、もう寝れないようになってるんだから、バイト減らさない。しかしね、ここで問題が起きます。お前先月こんだけ入れただろう、だから実はお前こんだけ入れるんだよなと言ってバイトリーダー減らしてくれないようになってる。じゃあ何する、じゃあ何したり、究極のメソッド、その後こちら。止め。バイトなんていくらでもやってるんだから、新聞配達、ね、募集の欄、なくなったことありません、この世から、この国から。ということで、皆さん、堂々と自分の体を休めながら、しっかりとコツコツとバイトをして、私のように、毎月平均でしっかりと15万円の収入を手に入れて、豊かな生活をしていきましょう。それでは、鴨頭よしひとでした。どうもありがとうございました。